私、昨日、おととい、広島と関西の方に行ったんですけど、パンツすら持ってかなくって、今回。で、ちょっと現地調達するかと思って、ね、広島カープの 球場に行っっっっっっててててててパンツ売売売るかかなななと思っ売ってなくて靴下も売ってなかったんですよでもなんか広島のファミリーマートにはカープの色のした限定の靴下が売っててそれをじゃあちょっと現地調達するかとかカープのなんかその球場に西川龍馬のなんかチーム T シャツがあったからちょっと買ってみるかとかでねそれをちょっと現地調達しながらやってたので一昨日昨日今日の私はめちゃくちゃ服装がねあのジム行った帰りかなみたいな <laughs> 格好してるしか靴下もない だからほらユニクロで5本読みそっかじがあったんですよ <laughs> しかも今日サンダルだから5本より見えてるんですよね, <laughs> かね事務所行った時に誰々さん今日来てはるんですけど挨拶どうですかって言われてちょっと今日私はクソダサいんでいいですとか言ってねちょっと挨拶を断ってしまいますっていっていう感じでここまでです